ジェームス・アダム・ハウザーは、アメリカ合衆国入りの異州スプリングバレー出身の元プロ野球選手。2003年の MLB ドラフトで、オークランドアスレチックスから27巡目で指名されて、入団。マイナーリーグでは、AA 級に昇格したのが最高でメジャー経験はなく、2009年7月10日に、アスレチックスを自由契約となった。退団後は、アメリカ独立リーグである。 アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーした。2010年はアトランティックリーグのヨークレボリューションとランカスター・バーンストーマーズでプレーした。2011年は球団には所属せず、ジョージア州立大学で太陽エネルギーや水力発電などの自然エネルギーを学んでいた。2012年、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプに参加し、 同球団の入団テストを受けた。2月29日に育成選手として契約したことが発表された。リリーフサーン投手が片山博士しかいないというチーム事情もあり、オープン戦で高評価を得たことから、3月29日付で支配下登録された。ルイス・ガルシアが夫人の出産で帰国したのを受け、4月3日に早速一軍登録され、 翌4月4日の対ソフトバンク戦で8回から9円で一軍初登板を果たし、1回を無失点に抑え、初ホールドを挙げた。この年は58試合に登板し、被打率は1割台、22ホールドの好成績を挙げた。2013年は、先発に配置転換され、日本シリーズでも先発登板したが、その後、球団から翌年の契約を結ばないことが発表された。 2014年は左肩痛、右腕骨折と故障が続いたため、所属球団がないまま母国アメリカでリハビリとトレーニングを続けていた。その後11月に行われた楽天の周期キャンプに元同僚のケニー・レイと共に参加した。2015年1月26日にレイと共に楽天と契約合意したことが発表された。背番号は97となった。 2015年は一軍登板の機会がないまま7月29日にウェーバー工事の手続きが行われ戦力外となった。左のダイナミックなサイドスローから最速時速 158km の速球を投げ込む2012年の左打者に対しての左率は160と左打者キラーである。ありがとうございます。